はい、えー、こんばんは。佐藤ひろです。えー、今日もお相手い,いただくのは、えー、ゴア中老賞です。はい、えー、よろしくお願いします。えー、っと、前の動画では、私がデビュー論文である演術のですね。えー、っと、即位に関するプロセスとその正当性っていうことの、えー、論文についてお話をしてました。 <で>そうでですねはいでその中でまあ、ゴアさんと話をしていてえっとね動画2本に分けたんですけど1つ目は演術の人脈とかをですね資料を遡ってまあ、つまり、生死と言われているような歴史書をです、ね、縦横無尽に読みこなして人のつながりを探っていくのは結構楽しいというお話を前半の動画でしてで概要欄にリンク貼っておきます。 で、後半では演術のですね、工、え、程、ー、に即位した時点で、えー、僕の考えでは最大勢力であったということを証明するために、えー、州の区分に着目して演術の勢力を確認したわけです。そうですね。うん。で、ゴアさんからのコメントとしては、その州っていう捉え方で勢力の大小を図るのってどこまで 有効なのかちゃんとえっ、ー、と議論として噛み合ってくるのかっていうのをもうちょっとちゃんと点検した方がいいんじゃないのかなっていうお話をいただきましたよねまあまあまあそんな感じでしたねはい。<laughs> そうなんですよねうん。だからこの辺がその論文の面白いところであり難しいところでもあると思うんですけど僕の場合演術が割とイケてたっていうことをいう手段として週という区分に着目してみたっていう手段を選んだわけですよね ゴアさんの、えー、っと考えとしては、まああのね、目的として僕が言いたいことは僕の主張なので、まあ、それの善悪はさておきというか、それは論文全体で判定するものなので、まあ、さておき、手段として、州という単位で見るのは、必ずしも有効ではないっていう感じでしたよね。そうなんですよね。まあ、最大の、まあ、勢力っていうときに、最大っていうのが、まあ、どういう意味なのかっていうところ、うん、まあまあな、なんでしょうね。 そこの定義もあるとは思うんですけどね。はい。しかもね、最大みたいなね、この、なんかナンバーワンってことですから、要するに最っていうのはね。ですから、<laughs> そういう、そのね、すべてこれこれとか、最もこれこれっていうのは、あの、ね、ケチがつきやすいから、あの、国語のテストでも必ずバツになる、あの、該当しないっていうふうになるやつですけど、最もとか、唯一とか、す、え、べ、ー、てっていうふうに言わないっていう手も、えー、あるっちゃあるんですが、が、 僕は、えー、あくまでナンバーワンだと思って、えー、前半を書いたわけですが、はい、で後半なんですけどでじゃあ演術はその皇帝に即位するときに、まあ、2つの側面があると思っていて1つは、えー、僕の考えでは最大勢力でもう1つが、はい 1> えー、即位する理屈ロジックですねではい、はい、理由づけとか即位するときの状況ですかに当てはめていくとですあ、ね、ながち デタラメとか横車を押しているわけではなくて、理屈の面でも割と整ってたっていうことを言っていきたいのが今日の動画でお話をしたい内容なんですよ。はい、楽しみですね。<laughs> だからそうですね。演説が割といけてたっていうこと、<laughs> あの、しっかりしていたという前半の最大勢力っていうことはご批判をいただきましたが、じゃあ果たして後半の、えー、理屈の部分でちゃんと僕は証明できているんでしょうかっていう <laughs>。<laughs> チェックです <laughs> そうですね、あくまでまあ一個人の、まあ、私、私一個人の意見でございますので、うん、まあ皆様がどう考えるのかっていうのは、また、それとはまた別の話であるっていうところも、念頭に入れていただければなと思いますそうですよね、そして、ね、何かをあの立証しようとしている、言お,言おうとしている私と、それをまあ読者として、えー、見ていくゴアさんっていう2人の掛け合いが、一つのエンタメだと思っているので <laughs>。 あの裁判じゃないんで、別に僕が勝つとか負けるとかっていうことは、あんまりどうでもよくてっていうことを、まあ。バトルではないですからね。な、はい、<laughs> ので、そのプロセスを皆さんにお見せしたいと思います。あのやってる我々も、どっちに転ぶかよく分かってないので、やっていきましょう。そうですねでは、画面共有しています。 はい、でえっと、演説にはですね、2回にわたる皇帝即位の検討という、皇帝に即位して良いかなっていうことを実は2段階、2回に分けてやっていました。はいはい。これってご存知でしたこれは、あんまりその、ちゃんとして数えたことはないので、あんまり気にしてなかったですね。ですよね。なんか。 いきなりね、はい、何の裏付けもないのに、なんか思いついたみたいに、うん、あ、そうだ、京都行こう、そうだ、皇帝になろう、ぐらいな感じで、あの、<laughs> なったと思われてるんですけど、実は慎重に検討しています。で、なるほどえっと、二つのステップが存在しまして、えっと、画面で色変えたんですけど、一回目はですね、195年、税歴195年に、検定が理学、これ東卓の残党ですけど、東卓の残党に敗れた時と 2回目が197年の春なんですけど曹操が長州、これ、慶州のですね流氷の手先みたいな、まあ、広い意味では東卓の残党ですかね、これもねまあそうですね、広い意味ではですね。うん、っていう、まあ、両方とも東卓の残党絡みなんですけどそういった2つの、えっと、大きい出来事がありましてで、えー、その時に演術が皇帝になろうということを言い始めています。 ではまず1回目のですねプロセスを見ていってでそれがまあ要するに2回あったということは1回目は思いとどまるわけなんですけれどもそのプロセスを見ていただき,いた,だきたいんですが195年に検定は宗陽、ね、という場所で理学と隠しにボロ負けをしますでこの時検定って長安から脱出したいなーってずっと言っていて脱出してきたんですけど脱出したものの理学と隠しに追いかけられてです、ね、追撃を食らってで食料も。 着るものもなくなっている中で、えー、大群に襲われてしまったという時であります。でこの検定、ねうん、検定がえっと負けたっていう情報をうっすら遠くで聞いた演術。演説はえ肯定即位を検定。えっとこ検討します。で、演説が言うにはですね。えっと検定の想像が絶望的である。 ということ。つまり、えー、天使はように破るということと、それを受けて演術は軍家、まあ進化たちですね。部下たちにを集めて言、えー、うには、曰く、丸になってるんはだこれいいや。曰 <laughs> くと言って、粒、えー、子は微弱なりと、微弱。今粒子は微弱であって、海大は低、えー、仏すと、かなのごとく沸き立っているということで、えー 検定が、まあ、ほぼ、死んだ、微弱だ、ということを認識した上で、それを契機として演術は、自分の肯定即位を検討します。で、しかし、それに対して演術は即位を見送っていますが、まあ、それはなぜかというと、どうやら僕の推測では、検定の生存というものが確認できたからではないかというふうに思っています。うん。 で、中の32といふうにつけているんですけど、孫建殿に引くですね、五六という方に、長江の所状として、これ、あの、5のですね、軍師になる人でありますが、長江の所状としてですね、えっと、冬、昨年の冬にですね、体系あり、まあ、即位に関する大々的な計画があったんですけれども、それは、それをですね、えっと、中止して、 みんなが動揺したという言葉がありますから、演術が一回中止したということは明らかに残っております。 で、もし演術がただ無謀ならばですね、検定を無視して、えー、皇帝をこの時点で称すればよかったんですけど、見合わせているということであります。で、えー、部下のですね、演章これは演術の部下の名前なんですけど、演章は演習革命と比較して演術の即位をいさめているわけでありますが、衆の文王がですね、天下の三分の二を、えー、領有していても、なお、陰に従ったというですね、故事。 に基づきまして、演術に対して皇帝、えー、に即位してはいけないというふうにいめていますが、まあ、その分だけだったらです、ね、まあ、理念的な問題でありますから、えー、このタイミングで演術が皇帝を即位をとどまってで、えー、2年後に皇帝、ね、を即位するという、まあ、キーにはなるわけではないはずなので、まあ、言ってみれば、検定の生死という外的な出来事によったのではないかというのが僕の推測であります。ここれ難しいところで まあ難しいところでっていうのは、まあ、まあ、見,見合わせた、その、工程の即位を見合わせたっていうのは、まあ、その、あの、まあ、事実としてあるとは思うんですけれども、うん、まあその理由が何なのかっていうところは、ちょっと微妙なところかなぁとは思うんですよね。今ちょっと、あの、うん、あの確認してみたんですけれども、うん、その、あの、演術伝のその演唱っていう人。はい。 のセリフ終わった後に、終わった後に、術が目前として喜ばずって書いてあって、はい、単純に反対されたからやめたのかなっていう、なるほどね、別にあの自分の部下ですらその反対してるのにう,、うん、うまくいくはずがないみたいな感じで、なんかやめたのかなとも見て取れるかなぐらいの、そうですね、まあ、そこは正直。 あのこれもよくわからないっていう、だから、うん、僕が反論の前提としているのは、無謀で好き勝手、皇帝に即位するということを否定したかっただけであって、ただ、理由がどこにあるのかはわからないですね、はい、次行きましょうか。<laughs> <laughs> で、えっ、ー、と、演術はですね、そんな皇帝即位に対して、えー、こんな風に発言を始めているわけですが、えー、課題のですね、長藩という人物がいます。で長藩は二世三皇の羊でありますが、えー、彼はですね、演師の家とですね、えー、っと、婚姻関係を結びかけたような家柄、名門であります。で、その三皇のですね、お友達として、まあ、演師からは認定されている長氏 課題長子なんですけど、その人に対してですね、えっ、ー、と、演術は協力を持ちかけますが、反対をされます。これは三国志の牧十一長藩伝に載っていることです。で、えっ、ー、と、演術はですね、えっ、ー、と、それに長藩に反対されているわけですが、この長藩、長の親、弟ですか、弟の長将の記事というのを、五勘女演術伝では公平二年のところに置いているので、まあ、周囲の反対にあった、五和さんがおっしゃったような、反対にあったからやめたということはあるでしょうね。 で、えー、続きましてですね、演術は、の、えっ、ー、と、動きと並行して、検定がこの時期目まぐるしく移動しているわけですが、195年の12月に検定は楽ように一度入ります。まだ早々の手には入ってないです。で、この翌年の8月にですね、徴用感染らが検定を補正する体制ができます。 でえー、このですね検定を一時的に手に入れた人たちというのはこの長陽筆頭にいる長陽以外には演術との連携が確認できますなので演術につながった人々というのが検定の周りにおいては多数派であったつまり理学と隠しに追いかけられて生死不明に陥った検定を拾ってきた人物というのは実は演術につながっているんだということが言いたい。 で、十四番、中三34番なんですけれども、順番に見ていきますと、まずですね、えっと、えー、検定の側近として、まあ、あの、三の蔵のにあった陽評という人物がいまして、前、ちらっと出てきたんですが、これは演術の、姻、えー、族、えー、親戚であります。当初というのは、演術の、えー、将である、長度とともにですね、えー、倉庫、倉の部下を、不、えー、防いだということがあります。 また、感染と用法は、早々に負けた後演術を頼っていくということをしておりまして、その辺は、その動きはですね、超爆と同様にあるということで、敗れた後に演術に頼るという点から、演術に通じているというのは、推測を含むということは僕は承知していますが、資料に制約がありますから、何らかのつながり、連絡があったのだというふうに捉えることはよろしいかなと私は考えます。 で、また、養蜂とか汗戦というのは、まあ、演術の敵である曹操と敵対しているで。演術と敵対していないという状況証拠は揃っているかなというふうに思います。要するに、えーと、曹操に手に入れられる前の検定の周りを固めていたのは、演術と連携ができていた人物であるということであり、 で、この時の演術のですね、検定の保護を阻んだのは曹操でありました。曹操は純育に導かれまして衛星に移り、で、えー、早速ですね、曹操は、えー、196年の正月にですね、演術が任命した秦国の将である演氏おそらくこれは一族,一族でありますが、それを降伏させております。この秦国というのをですね、攻略することによって、曹操は洛陽へのルートをまあ確保していく。 というか、まあ、演術が楽よに出るためのルートを阻むって言った方が正確ですね。そこを阻むということをしています。で、曹操はですね、沈国を下した後に検定を迎えるということを検討します。が、まあ、それを検定を得るためにはですね、沈国で演術を防ぎ止めておくということが、曹操が検定を迎えるための前提として見られていたということが時系列から推測できるのではないか。 落葉の検定は、一時的には小康状態を取り戻したが、実質上、演説の手の中にある、中に曹操が割り込んでくるというのが、この懸案元年の前半の出来事ではないかと僕は言っています。状況認識、いかがですかまあここも、まあ、一応、私から見るとって話なんですけれども、まず最初の4党政治の4人ですよね。はい あのえー、徴用とか、汗腺とか、養蜂とか。うん、で、ここで大事なのは、マットレス当初を除いた今言った3人ですね。はいまあ、そこに挙げてあるあの石井仁先生の、まあ、曹操儀の武帝もそうですし、はいまあ、その元になった論文であの、国山博覇公っていうのが、論文があるんですけれども、その3人。 で要するに、あの、白波族とか、国、まあ、山族とか、はいままあ、特に漢船と養蜂は、これは白波族だったんですよね、もともと。うん、で、徴用は、徴、まあ、陽自身は白波族とかじゃなかったはずなんですけれども、うん、まあ白波族とか国山族と手を組んでた人物で、うん、まあ要するに、国山白波勢力なわけですね。はい。うん、で、まあ、当初っていうのは、それこそ、検定が理学とか、各種に、 うん、あの追われてる中で、まあ、すごい養蜂とずっとつるんでた人物なわけですね。はい、なので、まあ、この4人っていうのは、い、まあ、するに仲間内なわけですね、本来、その後もずっとですけど、はい、で国産白派勢力っていうのは元々、もともと遠州へ曹操と対立してたわけですね、はい、まあそこはあの広尾さんがおっしゃる通り、まり、あ、そこに書いてある通りなんですけども。うん で、そう考えると、あの、彼らが、ま、結局早々に破れるじゃないですか。はい。で、その後に演術を頼るのはその通りなんですけれども、うん、ただ、ここで重要なのが、まあ、因果関係というか、なんというか、その、演術派の勢力だからそっちを頼ったのか、どうか、考えると、どうなんだろうなって感じがするんですよね。あの、そもそも、その、まあ、あ 感染とか予報。だから本拠地っていうのが、あの、ずまあ、さっき出ていた課題とかあの辺なんですよね。はい。で、そっからじゃあ曹操に負けました、ど、あの、どこかの勢力に頼りますっていうときに、じゃど、どこを頼れるかっていうと、もちろん炎症や曹操は頼れないわけですよね。はい。で、もちろんその炎症とか曹操を突っきって高孫さんに頼るわけにはいかないわけですよね。はい。 じゃあでも流氷もあの炎症とかとつるんでるから、あのー、無理だと。うん、で、理覚や各種とも対立してる。はい、っていう時に、あの単純にあの現実的側面で、あの演術しかないいっていう話まあ僕も実は読んでいて、ちょっと時系列と因果関係は逆かなとは思ったんですが、があの <laughs> 10年の前の僕に代わって、えー、弁護するというか、補うならば。 あの前の動画でお話をした193年の演、えっと、術が南洋軍から飛び出してきて曹操と戦う戦いがあったと思うんですよ。ありましたね。で、京帝の戦いとか宝宮の戦いってやつですね。はい、で、その時に国山族と演術は結んでるんですよ。そうなんです。よねそうです、うん、だからその、これですね、演術は国山やオフラと同盟してうんぬんとありますので。 僕のこの書き方でいくと、最終的に演術を頼ったから演術派だっていう言い方をしていて、それはゴアさんがおっしゃる通り、なんか時系列と因果が逆転しているから書き方として不適切。ただ、まあ演術と、えぇ、ー、早々演唱というですね、勢力がずっとまあ張り合っているのは、この190年代を通してあることなので、そこの部分から書けば、ちょっとうまく説得力が通るかなって思ったんですけど、いかがですか この時にその演術と結んでる国山って、う徳なんですよね。うど<ー>、まあ、徳の勢力と、やっぱ幹戦たちの勢力って別なので、要するに国山とか白波っていうくく、あのー、り自体がやっぱり、あのー、外側からのくくりなんですよねあ。そうですよね。だってね、あのー、黄金属だって、おそらく一枚岩じゃなかったから、そういう感じですよね。そうなんでですよあくまであ 周りにいる人たちがそこら辺の山賊たちっていうんで国山とか白波って呼んでるだけで、うん、自分たちは別に国山とか白波って名乗ってるわけではないんですよね必ずしもそうですねそこまで国山の中身を分解してみようって言われたらもう僕は返す言葉がないっす <laughs> <laughs> いや次いきましょうか <laughs> <laughs> これねやっぱりね僕どうしても 曹操が検定を包帯するっていうイメージがめちゃくちゃ強いじゃないですか強いですね、まあ、まあ言ってみれば検定は長安を出て曹操に守ってもらうために曹操の懐に飛び込んでくるために頑張ってかけて走ってきたみたいな感じでパッと見イメージしてしまうと僕は初め思ったわけですよはい で、そうじゃなくて割と検定ってフラフラしてるし、理学と隠しにほぼ殺されかけたこともあるし、そもそも規定路線として検定を手に入れるというよりは、さっき言ったような沈黙というのを手に入れてないと、演術から常にですね、えー、検定に、えー、アクセスする,するルートが確保されているから、安定的に検定を手に入れることができるわけじゃないから、えー、検定獲得の最大のライバルとしては演術がおり、で演術は、えー おそらく検定を手に入れる用意があった、また推測してますけど、ということが言いたいんでしょうね。まあ、ちょっとまあ昔の広尾さんの,ああの考えっていうのは、ま <laughs> あの、っていうのと、今の広尾さんの考えっていうのはまた別のものかもしれないですけれども、もちろんあのえ、演術がその検定を迎えようとしていた可能性はありますよね。 まあ、だから、それで言うときっとね、これが言いたいのが、いや、その目的としては、演術が、ね、あの、傍若無人に即位したんじゃなくて、後の時代に、あたかも義がやったように、検定を保護してし、かるべきプロセスを検定との間で結んで、革命をするっていう、目論みがあった、ということを僕は言いたいんですよ。なるほど。で、それが目的なので、それに対する手段として、この、検定の、 動きの不確かさとか、情報の断絶とか、そうそうの元に来ることが規定路線ではないことというのをいろいろと状況証拠を積み上げているんですが、今のところあまりうまくいっていない。<laughs> まここら辺難しいのはやっぱり当時、やっぱ演術とかまあ演術の配下の人たちですよね。うん、が、ま、ケンに対してどう考えていたかっていうのがまあ書いてないから、よくわからないっていうのを。 うん、あと、まあ、まあ、さ三国志、まあ、陳情が書いてるからしょうがないんですけれども、まあその、まあ、おっしゃってたように、き早々にの元に行くっていうのは、なんか規定路線みたいな感じで書かれてるから、例えばさっきの出てきた東照とかもそうですけれども、はい、あるいは荘陽、うん、まあこの人たちってもともとやっぱりその検、検定側にいた人物ですよね、えーまあ、特に荘陽とかもそうだと思うんですけど。うん もともとやっぱ検定側にいて、まあ、それこそ、まあ当初は違いますけど、特に商業なんかは、あの長安からずっと繋がってきているわけですよね。はい、うん。で、そういう人たちが、やっぱ曹操,曹操と連絡を取って、曹操を迎え出るっていうことをやってるんですよね。はい。そう書いてますね、歴史書には。まあ、まあ、陳述、まあもちろん陳述は、あの、曹操が正当だと認めてるので、もちろん。だからそういうことで書いてし、 か書いてあるわけけなんですけどかそうすると、やっぱしょうがないのが、まあ、しょうがないんですけど、やっぱその検定の周りの人たちと演説のコンタクトっていうのも書いてないしそうなんですよちょっと後の時代、まあ、この論文に出てこないんですけど、曹操が懸案15年に、危害令て呼ばれている、どんな志を持ってきて、自分はどんなふうに国を運用していきたいのかっていう志を述べた文章があるじゃないですか。 はい、で彼が言うには、漢帝国に対する忠を尽くすんだっていうことを言っている、まあ、それは立場上当然なんですけど、だから、この検定を曹操が迎えるというときに、僕がさっき言ったみたいに、検定は規定路線として曹操の元に来るということと、曹操は規定路線として検定を救う志が一貫してあったのだということを曹操は言っているわけですよ。 まあそう言わざるをえないからそこに異論はないんですけどだからこそつまり歓喜、えー、革命義の成り立ちのアキレス腱じゃないですかそこが曹操が一瞬でも検定のことに対してどうでもいいと思ったりとかもしくは、ね、あの検定が曹操に恩を感じていないみたいなことが出てきてしまった途端に義の正当性は覆ってしまうからより強い情報統制が働くところですよね。 そうですね正直、赤壁の戦いで勝った負けたって、割とどうでもよくて、そんなことよりも、検定との関係性、そう,そうの意思ですよね、まさにあの説明あの、証明できないんですけど、意思っていうものは、えそれが義の根幹であるからこそ、情報統制がきつくて、えー、関連する文章はですね、とことんあの消されている <laughs> ところに果敢に挑戦しているっていうのは僕のこの文章なんでしょうね。そうななんですよねだかからまあ可能性がなかった そうでは言えないんですけど、まあ、どうしてもやっぱり、ね、いうですよね、まあ、論文ってね、うん、やっぱりね、あるものから組み立てていくっていうのは基本ルールなので、そこがね、このこれ書いているときは、ね、10年前、ブロガーとして楽しんでいた頃なんてありますから、書いていないことを読み取っていくと、受けるわけなんですが。 それが、あのね、なんでここに関して、えー、歴史書が口をつぐんでいるのかっていうことまで、今、ね、あのゴーアさんと話していく中で見えてくるとですね、ちょっとこの無謀な戦いを挑むのは、いかがなものかと思ったりしますね。だからまあ、これまあ、あくまで論文だから、まあ論、論文だからやっぱりちょっと証明しないといけないっていう、まあ、縛りがあるので、うん、まあ、難しいっていうだけであって、ただ普段、 ね、いろいろかあの、まあ、こうだったかなっていうふうに可能性考えるのは、これは別にあの問題あることでも全然ないと思いますし、まあ、むしろ楽しいから積極的に、まあ、こういうふうなことだったんじゃないかっていうのを、まあ、お互いに話し合えると、それはそれで楽しいですよね。よね楽しいですし、うん、有意義ですよね。そう、なんか僕自身が今、大学院に出席をしているという立場なので、論文として、まあ、 ある意味客観視しているわけで、なんか説明がです、ね、たどたどしいのは読んでいて、ほんまかいなと思ってるからなんですけど、うんまあ、三国志で遊ぶという意味では、僕はこれは筋のいい妄想だと思っていますそうなんですよね、だから、まあ、まあ、ちょっと、まあ、本当なら私は、このなんか、広尾さんの論文に対して、なんかあれこれ言うっていう感じじゃなくて。 うん、普通になんかね、お酒でも手にしながら飲み方、一緒に語るみたいな感じで、こういう話をしたかったなっていうのはありますけど、まあ、それはとりあえず、今回は置いときましょう <laughs> まあそうですね、あ,のあくまでねあの、こういう、まあ、言ってみればですけど、えーっと、大学院という環境に身を置かずにです、ね、頑張ってブロガーが書いていくとです、ね、こういうところにつまずくんだなっていうことを、今、2人で、まあ、それを魚にしてです、ね、まあ、お酒は飲んでませんが、お話ししているということで。<laughs> 次に行きましょうかね。はい。で、えー、っと今画面色変えているんですが、以後曹操、えー、が戦った相手というのは演術とその与党であるということを確認しています。で、まあ、これは割といけてると思ってるんですけど、えー、っと演術の将と戦っている。まあこれは明らかに演術派ですよね。それは当たり前かと。 いうことと、えっ、ー、と、演術や尊敬についている、えー、助男とか、衛生の公金を曹操が下すと。まあ、曹操自身が根境地の地ならしをしている段階で、えー、演師とつながっている公金と言われる人たち。まあ、これも、公金は一万岩ではないという話は今、ゴーアさんに導かれてしたように、これは、まあ、中身はおそらく、演唱派、演術派の勢力、在地勢力かなというふうに思われます。 ですから、えー、曹操が戦って相手,相手に鑑みますと、えー、曹操自身が衛星に飛び込んできた形でありますが、まあ、だから炎征演術の勢力圏である衛星、まあ、それは純幾の故郷だから来たんだと思いますけど、まあ、ここ実はよく分かってないんですが衛星に来た曹操というのがその場で周囲の勢力を討伐しながら落葉へのアク,アクセスがいい衛星虚なんですけど虚、えー、に飛び込んできて、えー、周囲の勢力を排除していく。 それで曹操が戦っていいくととうこになりますただ、一方は、曹操もですね、百戦百勝ではありませんで、この翌年の建元2年の正月にですね、曹操は長州に背かれまして、一度は降伏させたんでありますが、背かれて、曹公と曹安民という息子とですね、一族の子を失ってしまうということで、 それに対して同じ頃ですね、演術が即位を検討する使者を両府に送って、まあわしは即位したいけど、いかがなもんかなというふうに打診をしています。で、これが第二のステップであるということになりまして、で演術はまだ検定は曹操のもとにあるという時期にですね、皇帝即位を2回目言い出しているということなんですけど、その理由が4つあるというふうに考えています。 一つ目が、曹操のですね、検定包帯というのは、曹操自身の勢力が不確かでありますから、継続しないと考えていた。また、炎上で長州にですね、破れた曹操というのは、まあ、戦死、もしくは実質的に軍が壊滅したというふうに演術は考えた。<laughs> もしくは早がてにした。また、両府と連携をしているように、両府の軍事力を使えば、検定を入手できるというふうに考えていた。 また、後部帝の前例に倣って求心力の向上を図ったと言っていて、四つ目はちょっと含んだ書き方になっているから説明が必要なんでありますが、まず一つ目なんですけど、曹操はこれまで、つまり196年より以前はですね、なかなか検定と神話的な勢力ではありませんでした。 で、えー、前の動画で言ったように、検定が任命した、えー、演習志士の金賞というものを拒んだとかですね。また、えー、流氷もですね、曹操の安定勢力というのを認めておらず、まあ、長州を先、差し向けて、曹操と戦っているということになりますから、えー、検定の動きを見るとですね、まだ、虚に落ち着いたというよりは、 うろうろしている。まあ、ソーソーは一時的に取っているんですけど、その一時的に抑えているというのは、例えば、養蜂感染が検定を抑えているのと同じぐらい流動的であったというふうに考えているというのが、年表を作って見えてきたこと。これが1点目。 で、二点目ですけど、曹操が惨敗したということは、まあ、資料に詳しく書かれていて、まあ、これは、あの、面白いシーンでありますが、で、時期に着目するとですね、曹操がこの負けたっていう連絡が入った直後に、両夫に打診をしているということになります。ですから、遠隔地で、まあ、邪魔なもの、まあ、前は検定ですけど、今回は曹操が死んだという情報に基づいて、えー、迅速に対応する。<laughs> これはい、いいか悪いか分かりませんが、演術は常にですね、時代の半歩先を行く勢力であります。 で3点目でありますが、助手をこの時点で得ている、まあ、劉備から奪った劉夫というのは、演説と連絡があってで、婚姻の話も持ち上がっています、劉夫の,の娘を劉夫が背負っていくやつですけど、まあ、それはもう少し後,後の話なんですが、そういったこともして、でまあ、勢力の構築を励んでいるというのがこの状態であり、また4点目として、後部邸への準拠でありますが、これはですね、 どんなことかというと、そもそも工部帝というのはですね、えー、彼こそ、まあ、五冠のですね、理想的な君主とされていますが、実は、えー、孔子帝というですね、まあ、彼の上司にあたる人物のありますが、えー、そのですね、一進化に、えー、過ぎないにもかかわらず、そして、えー、さらにですね、河北で、えー、戦いに負けて転戦をしていく中で、部下が離れていきそうな中で、 皇帝に即位してくれないとですね、離れていくぞっていうふうに部下から半ば脅,脅される形で、求心力を得るために、もしくは勢力を維持するために皇帝になったという故事があります。ですから、皇帝になるということはですね、なんか準備万端整ってから初めてやるというわけではなくて、この時点の認識であれば、自分の勢力が 今、正念場だから、これから伸びていかなければいけない、もしくは多少ピンチだからこそやる、というのが、皇帝即位という手段であった、というのが、この時点、この断面での時代の認識であります、ということでありまして、早々に検定法帯を妨げられて、衛星周辺の勢力を失っていく中で、 一発逆転を狙って、えー、やったことが皇帝即位、えー、これ皇帝を称することによって検定を奪われているかもしれないが、えー、しかし、実質検定も早々と一緒にですね、これから落ち目になっていく中で逆転を狙って即位した、これが皇武帝への準拠なんだということで、演説の皇帝即位というのはそれなりに足場があることなんだということを僕は言っています。まあこれもまままあああどううでししょくない。<あっ> <laughs> まあ、私もなんか、なかなか嫌な立ち回り。そうですね、ごめんなさい。さい <laughs> かといって、これ,僕が,、ね、これ僕が10年後の立場で、ね、自己批判始めると、ね、人格が分裂するんですよね。だから、代弁してもらってる感があって申し訳ないんですけどね。<laughs> まあこれもやっぱさっきと同じで、あのーまあ、け演術が検定を迎えるうんんと同じで、うん、まあ可能性としてはもちろんあるとは思うんですけど、うん、やっぱ、 まあ、論あ、あくまであの、リスナーさん方に向けて言うと、はい、あくまで論文だからって話なんですけども、うん。論文だとその可能性を考えるのはいいんですけど、その方、じゃ可能性が、その、まあ、可能性は本当に無数に考えられるわけですよね。まあ、そうですよね。その中で、じゃあどれが、まあ、外然性が高いのかってよく言いますけど、要するにどれが、あの、多分、その、何でしょうね、まあ、もっともらしいか、 あの、っていうところを、やっぱ論証証明しなきゃいけないっていうのが多分、論文としては求められることなので、そうすると、まあ、そ,<う>その4つの点について、考えられるまではいいんですけど、じゃあ、その証,証拠はっていうふうに言われちゃうのかなって感じはしますよね。 そうなんですよね。だからね、この辺も曹操が検定を手に入れた直後で、まあ正念場でありますから、よりさっき言ったように、えっと、曹操側からのですね、資料の改ざんと、あの、不本意な資料のですね、排除、削除が、規制が厳しいところなわけじゃないですか。 曹操に負けずとも劣らず、官邸国に対する忠を尽くそうとしていた演説という側面が、仮にあった場合、えー、注意深く取り除かれていくということがされているので、なんか証明をしようという、えー、入り口として問いの、問いの立て方として、筋が悪いなかなか <laughs> <laughs> 難しいところですけど。 この辺が、ね、あの皆さんもその、ね、僕は「三国志」は研究と創作活動とネットでの発信って一連のものだと思ってるんですよ。<laughs> あの学者様から見れば批判は被るし、まあ、この今画面に表示しているものをですねお情けで、まあ、学術の方々がやられている雑誌に載せていただいたのはですね今思うとかなり温情だったのかなという気はしますけどあともあれそうですね 学者の先生があまり演説に関して論じてこなかったのは、論じようとしたところでこうなるからだということが、まあ気づいてやめてるのか、そもそも関心がないかは別として、まあこういう未来が見えるっていうのは、やっぱり論文の題材,題材としては、筋が悪いなって思います一番私があの今、あの私個人として思うところとしてですね、はいまあ、一番思ってるのは、あの この,このストーリーをあの広尾さんの小説で読みたいってことですね間違いないね。<laughs> <laughs> そうなんですよ<文>なんか割と、ね、状況証拠を集められてるから、ストーリーとしては紡げると思うんですよ、ね、な,なんでしょうねあの、多分論文としてはだめなんでしょうけど、ただ面白いんですよね。<laughs> めっちゃわかりますよ、昨日私あ私、ちょうど時事ネタなんですけど、えっと、神戸新長田のですね三国志祭りっていうやつに行ってきたんですよ。で、はい、でそこで再会したあの方に、ですねもう最近、小説書かないんですかって聞かれたんですよ。<laughs> だ,か<ら> <laughs> だから、小説としては小説で、別に同人作家としては、ですね別にあの同人作家としては自分を廃業したつもりはなくて。 ただまあ今ね、あのせっかく大学院に出席するというですね、まあ機会を自分でまあ得ている、先生のまあおかげで得ているというところがあるので、まあどうしてもそっちの学問の方の、えー、インプット、頭のまあ使い方に今は偏ってますけど、まあ、人生長いんで、ね、そんな長い、そのずっと大学院にいられるわけではないので、それ考えると、うん、創作もまたしようと思ってます。はい、まあ、そのあのー、 期待して、期待してるっていうのは上から目線です、ね、えっと、そこは楽しみ、<laughs> 楽しみにあのしてます。その歴史書に基づいて小説を書くっていうのにもいろんな、多分、あの、方向性っていうのがあると思ってて。はい。で、まあ、一つとしては、まあ、よくあるタイプですね。あの、基本的には静止に書いてあることをなぞるんですけど、静止に書いてない部分については想像を膨らませて、あの、いろいろ書くってやつですね。はい。っていう方向性もあれば、まあ、あともう一つの方向性としては、 そこまでその歴史書に沿う、ストーリー自体沿う必要はないわけですよね。うん。あの、私昔から宮城谷正光先生のですね、はい、あの小説ってよくあの好きで読んでたんですね。宮城谷先生っていうのは、あの、結構その、ストーリーとかも結構その歴史書の記述に沿う形で書くことが多いんですね。特にその、後ろの時代の話とかでは。はい。 そう最近、あの、発売されましたよね。あの、ぎなんでしたっけえっ、ー、とさ、三国史名神列伝。ああ、買ってない。うん。出ましたね、ギっと、うんよんまあ、読んで、まあ、読んで、まあ、ちょっと途中まで読んでみたんですけど、はい、あこれも三国史の、なんか、やっぱり、その、列伝ですよね。うん。を、なんか、頭から、やっぱり、なぞって書いてって、で、その行間を、その、先生の、 あのー、筆で補っていくみたいな形の書き方なんですよね。親しみやすいセリフとかが出てきますよね。気持ちを描写するような。あの、脚色した静止って言えばいうふうですかね。脚,うん、脚色してるだけで、まあ、ストーリー軸とか列伝そのままなわけじゃないですか。はい。うん、けど、その、列伝っていうのはあくまで陳述が、あのー、そういうふうに切り取って組み合わせて、組み合わせてるというか、そういうストーリー、 プロットですね。描いてるっていうだけであって、うん、プロット自体はもっと解体してもいいわけじゃないですか。うん。うん。って言うと、ちょっとなんか、あの、ま、た別の方向の話になっちゃいますけど、うん、だからそういう形での、なんか再、再構成ですよね、本当に。うん。再構成した形で、今の、あの、ヒロウさんのストーリーに沿うような、まあ、ただの演術伝の拡大じゃなくて、うん。もうちょっと、その、再構成された、 演術の物語みたいなのを読みたいなってあのす、すみません、私の大きなあの願望というか妄想というか、そんなものでございまあの僕なりに言い換えてその、ゴアさんの言わんとしたことを僕はこう考えるっていう話なんですけど、あの例えば、陳寿が三国っという歴史を書きました、まあ、これは固いことだと思うんですけど、あのまあ、 義に本義を立てるっていうのはみんなよく指摘することですけど、それ以外も誰に列伝を立てるのか、どの順序に列伝を並べるのかっていう書き方とかによって、どんな歴史の見え方、見せ方をするのかっていうことを表現している部分であると思うんですよ。 そうですねだから書かれている題材として、例えば演術絡みのことはですね大半がブロックされて消されてしまったのでうかがい知ることはできませんが、議、えー、書の中に載せるにしても、この順序でここに載せるのかとか、この人物をここに、えー、っとセットにするのだっということで、割と見えてくる、えー、人物像とか歴史像というのが見えてくる、見え方が違うので、その生死のデータベースから自分なりにその、なんていうか、材料をピックアップして並べ替えてですね、あの引くと。 例えば食べ放題のプレートを作るときもですね、並べる料,理並んでる料理からしか取れないのは分かってるんですけど、どれを選んでどの順序で並べるのか、どれほど食べるのかということで全然違う料理ができるわけじゃないですか。そうですね。っていう意味で、うん、演術に関するその食べ放題のですね、フロアに並んでいる料理の皿はですね、結構この論文と言われているものにですね、<laughs> 集まっているので、それをあたかも陳述が 漢の構成を、えー、構築して記述を見せ,た見せたかのように小説を書いてみたら面白いかなと思いましたそうですねまさに何か、まあ、私が言おうとしてること本当に分かりやすくあのまとめていただいてありがとうございます <laughs> でさらにね <laughs> 面白いのが「三国志」が僕らが面白いと思っているのが「敗勝史の中でありまして敗勝史の中が挟まっているから僕らはあの不可否的に、まあ、ほぼ避けずにですねふ避けることもできずその順序で読むじゃないですか。 そう,ですね、そうなってくるとなんか肺小詩の味付けアレンジで僕たちは聖詩の翻訳書を読むとしても読むんですけどね鎮の三国詩だけで読んだだけだとまた違う顔が見えてくるし廃小詩の中も違うところに付け直すだけで全然違う顔が見えてくるしもしかしたらねどれかを廃小詩中を消すだけで全然あの通読初めから終わりまで読んだら見えてくるものが変わってくるかもしれないから。 だからそういった形でこの歴史書を読み込んで自分なりにこうだったのではないかというまあ推測も含めてえストーリー人物像を組み立ててそれをまあアウトプットするまあそれが小説が一番お手軽だと僕は思っていますがそういうことができるネタとしては面白い論文論文、まあ、クエスチョンマークつけましたけど <laughs> かなと思います。 はい、はいでえー、と動画のですね情がここで終わると思うんですけど、実はですね今まではぐたぐただったんですけど、えー、後半のですねあの画面に見えている権威,権,威の権威的裏付けと即位切れというところをですね割と興味を持って、いまだに調べているところもあって、今までに比べると若干マシなんじゃないかというふうに思っているので、えー、後半に続きます、うん、そして私もそこが一番あの面白そうだなと思っているところなので、楽しみです。<laughs> はい